願い事は決まっている。ほら、全然違うこと言ってん。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、もうあれか、最終局面？一番最後かな？ついに救世主 X を追い詰めたよ。ヘビボールの個数の件で全ての矛盾は解消されたからね。数字が嘘つかなかった以上、さすがのアントももう言い逃れはできないわね。まさかヘビごときに全て見破られるとはな。お、認める。ああそうだ、この俺こそが全ての黒幕だ。金の扉を設置したのも、地下を掘り起こし設備を提供したのも、土の子情報でヘビ殺害を促したのも、ああそういや、無能の刑事を裏で誘導していたのもな。この刑事は一体どういう状態なのかよく分かってないんやけど、全てはこの俺、救世主 X の計算上の出来事だ。犯罪者の分際でいつまで救世主気取ってんのよ。そうだよ、本当の救世主はヘビ探偵の方だよ。そのヘビが救世主？それこそが真逆なのだよ。どういうこと？何が言いたい？お前ら凶悪犯の正体誰だか分かっているのか？え、もうなんか指名手配じゃないわ捜査令状が降りたやつ。え、本当におるん凶悪犯って？あんたのことでしょ、自分で認めたじゃない。おいおい、俺は黒幕とは認めたが凶悪犯とは認めてないぜ。どういうことだよ。最初から警察が追っていた凶悪犯の正体が誰だって話だ。え、やっぱそれはおるってこと？もうわかるよな、散々答えは出てたんだからな。何、どういうこと？みんな黙ってしまったけど、警察の追っていた凶悪犯の正体とは、客の中の誰か、旅館側の誰か、警察側の誰か。誰？何のヒントもないですけど。警察側ではないってことなのか。旅館側？客？わからん。警察の追っていた凶悪犯の正体、客の中の誰なのか。あ、でもあれか、さっきのブラックドクターの言い方的にはヘビ探偵ってことよね。普通のヘビ客、ヘビ大型種、ポイズンスネーク、男性客、女性客、その他か。ヘビ探偵？そうだ、警察の追っていた凶悪犯とはヘビ探偵のこと。そんなのヘビゴールを持ってたからあんたのターゲットにされただけでしょ。よく言うだろう、本当の死神は犯人ではなく探偵の方だとな。確かに探偵のおるところで事件が起こるっていうイメージはいろんな作品であるけど、まさにそれが実体化されたのよ。まあね、コナンとかね、どんだけ同じ街で事件起こるねんっていうお前らヘビボールを持っていたこの死神探偵に巻き込まれ旅館に監禁されたんだよ。巻き込んだにしても監禁を実行したのはお前自身じゃないか。そうだよ、ヘビボールを持っていようがヘビ探偵が自分の意思で監禁したわけじゃないからね。ほう、だったらそのヘビ探偵が自分の意思で監禁していたとしたらどうだ。え、どういうこと？私なんかした？どういう意味よ。マスターキーをご存知かな？あ、いや、マスターキーは使ったよ。マスターキー？ ATM と金の扉が連動してない以上、脱出には必要不可欠なアイテムだ。いや、違うって。開けに来たよ、私。マスターキーを持って、ここの金の扉を開けようとしに来たよ。ただ、君がそこから乗かなかったんだ。まあ、金の扉同様に高価だから、必要最低限の個数しか取り揃えてないかな。え、てかめちゃくちゃあるやん、これ、個数。1個しかなかったくない？必要最低限ってことはまだ在庫が残ってるってことだね。旅館の監禁騒動は今回で最後だと推理してたよな。だから今回で最後ってことはマスターキーがあと1個残ってるんでしょ。今までも全部マスターキーで脱出しよったってこと？ああ、計画通りだったらな。だがその最後の脱出手段マスターキーは消費されてしまったのだよ、そこのヘビ探偵によってな。え、そのマスターキーをヘビ探偵が壊したって証拠は？ヘビ探偵の提示した電気制御室のデータから地下の金の扉が開けられているのを確認できる。隠し部屋に保管してた最後のマスターキーが消費された証拠だ。そういえば地下にも金の扉があったよ。
電気制御室はめったに行かないから忘れてたけど、とにかくそこのヘビ探偵が脱出に使うべきマスターキーを無駄遣いしたってことだ。てか常設されてる扉の中に金の扉があるっていうのはどういうことよ。その度にマスターキー消費するやん、入っていくたびにね。ついでにいや、木の扉や鉄格子用のバールも同じように消耗させていたっけな。つまり全ての鍵を使うべき場所で使っていればもう脱出できてたってことだ。いや、使うべき場所で使わせてくれ発想を逆転すればそのヘビ探偵が監禁犯そのものだろう。いや、発想を逆転すれば身を犠牲にしてでもお前のような極悪人を逮捕するべきだと判断したんだよ。あ、一緒に監禁してってこと？身を犠牲にしてでもか。一見理想のヒーロー像だが、逆に言えば蛇の命が軽いことを証明しているだけだ。何にせよ全員の命を巻き込んだ推理劇場ならその推理最後まで貫通させるんだな。これがお前の最後の仕事だ。マスターキーなき今、最後の脱出方法推理してみろ。最後の脱出方法？え？最後の脱出方法とは？ドリル重機。そうか、ドリルだよ。かけたドリル重機にその先端部分、超電磁ドリルを装着すれば元のドリル重機に戻るよ。くっつけて治るような代物ではない。ドリル重機は壁を掘る特性上、重機の中でも特に頑丈でなければならないからな。でもその頑丈なのが壊れたのか。最先端技術でどうにかならないの？破壊するのは一瞬でも、修理するのはその何万倍もの時間と労力がいるのだよ。まあね、最先端技術なら何でもできるわけではないやろうけん。死んだ人間の命が戻らないようにな。ドリルで脱出するのは無理だな。ドリル以外で脱出するってなれば。ドリル以外で脱出？なんだ。ドリル以外。ドリル以外。なくね？鉄格子。いやー違うな。ヘビボール集まっとんよね。願い事でヘビボール。そうか、ヘビボールの願い事でマスターキーを注文して脱出するって方法なんだよ。なんでそんな二度手間な感じ。ヘビボールの願い事でマスターキーを注文しなくてもヘビボールの願い事で脱出させてくださいって言えばいいんじゃないの。それか金の扉を破壊してください的な。願い事ってそんな魔法みたいな話信用できるの？いや、でもそのためにみんな死んだんですよね。これで何もできんかったらめちゃくちゃ無駄死に。他に方法などないだろう。非科学的なことは信じないとか言ってたじゃないの。いや、でもそのために殺したのがこいつだからな。今数字が証明した以上信じるしかないのだよ。願い事に必要な条件7個のヘビボールは全て揃っている。さあヘビ探偵よ、その最後のヘビボールを渡すのだ。相手は黒幕よ。ボールを渡して持ち逃げされたらどうするのよ。持ち逃げするにも監禁状態の旅館ではどこにも逃げられんだろう。いや、でもさ、逃げられんかったとしても渡したらこいつがなんか他の勝手な願い事言うんじゃない？ミスリード感もないし、ヘビボールが最後の脱出なんだら本当みたいだな。別にこいつに渡す必要なくない？他の人が願い事言えばよくない？当たり前だ。旅館から脱出できなきゃ願い事も何もないからな。こいつじゃないと扱え何かがあるの？渡さない。ヘビボールは脱出用に使うらしいよ。ミスリード感もないし。マジで？何をどうやったらこいつをそこまで信用できる？全く信用できんけど渡すしかないんか。渡さない。渡すしかないやん。そうだ、それでいい。時間がない。すぐに電気制御室に向かうぞ。このタイミングで宿泊部屋に戻るとかいう選択肢ある？電気制御室に。宿泊部屋に戻ったらどうなるんやん。ダメだよ、みんなで脱出するんだから。なるほどね。戻らせてくれないと。強制的に電気制御室に移動します。選択肢を出すな。ヘビボールのセッティングは全て完了だ。これが成功すれば、金色のヘビが出てきて、願い事が叶えられるらしいね。金色のヘビなんて本当に出てくるのかな？びっくり。なんかヘビボールなくなった。ガウガウ。なんか黒くなった？融合された電力が集まったようだ。
おう、そこにどうやら成功したようだ。あ、そうよ、その魔法陣みたいなやつ気になっとったんよ。え、そこに金色の蛇が召喚されるってこと？召喚場所指定されとんや。金色の蛇ってまさかこれのこと？え、あ、本当に金色の蛇が出てくるわけじゃなくって、それを金色の蛇って見立てて言っとるってこと？ああ、言い伝え通りだ。ただの放電じゃないの？え、願い事叶います？それでなんか暗号みたいなメッセージが出てきたよ。お、なになに？蛇語というやつだろう。願い事がオーダーできる前兆になる状態だ。え、蛇語？願い事がオーダー？ただの電波障害じゃないの？願い事をオーダーできそうなところであなたのターンです。何か発言しますか？現行バージョンで発言選択不可。発言しない。うわ、させてもらえねえ。願い事は決まっている。永遠の命だ。ほら、全然違うこと言ってやん。何をどうやったら信用できるんよ。今すぐこの俺を不老不死にするのだ。え、でもさ、監禁された状態で不老不死になってもしょうがなくない？めちゃくちゃ地獄じゃない？え、約束と全然違うじゃないか。願い事はマスターキー。旅館からの脱出だったはずだよ。悪いな。願い事は先着一つまでなのだよ。あんた騙したのね。騙してなどいないさ。願い事はマスターキーのままだ。一人用のマスターキーだがな。何をわけのわからないことを。さあ、さっさと俺を不死身にしてくれ。それとも、もう不死身の体になってるのか？無理だよ、不老不死なんて。命は一つだけなんだからな。お前のせいで殺されてきた蛇だって、命は一つだけなんだよ。命は一つ。本当にそう言い切れるか？なんだよ。いるんだよ。HP がゼロになっても復活を繰り返していると噂の蛇がな。土の子の話も完全なデマじゃない。金色の蛇や不死身の蛇というルーツが存在するから生まれた話だ。蛇ごときに永遠の命が与えられているのに、人間には与えられないのは不公平だろう。もしかして蛇探偵のことかな？今のところ私は HP ゼロにしたことないけど。でもゲームやけんさ、HP ゼロになっても復活するよね、きっと。そういうこと？いや、逆に、尊い存在の人間にこそ永遠の命が与えられるべきじゃないのか。なんだよ、その身勝手な名論は。不死身の蛇の謎を解明する証拠品を入手していないため提示できませんでした。何その証拠品。不死身の蛇の謎、そんなのも解明できるんや。これももしかしたら今回の恒例でこのモードではできん感じなんかな。どうなんやろ。それか見落とし。なんだこの振動は。まさか爆弾じゃ。爆弾なんぞ仕掛けてなどいない。まあね、わざわざ自分の身まで危険にさらして本当に爆弾を仕掛けとることはないと思うけど、こっちはヘビボールさえて入手すりゃいい話だからな。え、爆弾は嘘だったの？嘘も何も、最初から爆弾ではなく2日後に爆発するというメモ書きをお前らが勝手に爆弾とミスリードしただけだ。え、うん、どういうこと？爆弾を仕掛けてないのに爆発するってどういうことよ。爆弾以外のものでエネルギー融合の副作用で爆発するってことだ。ああ、そういう、なるほどね。このボロ旅館では攻撃力30のエネルギーに耐えることはできないからな。え、逆だったんだよ。ヘビボールが最後のマスターキーとか言ってたけど逆。そのヘビボールこそが爆弾そのものだったんだよ。だけど旅館が爆発したら願い事も何も意味ないんじゃ。不老不死になってる前提の爆発なんだよ。不老不死になった救世主 X にとっては旅館の爆発こそ旅館脱出方法。本当に今不老不死になっとんかな。全然願い事が叶ったような感じなかったけど、なんかこうキラキラ演出みたいな。つまりヘビボールが爆弾であると同時に一人用マスターキー代わりだったんだよ。それじゃあミスリードならぬマジリードに誘導されたってわけか。全ては永遠の命のためだ。長年の犠牲を無断できるわけないだろう。犠牲になったのはあんたじゃなくてヘビの命でしょ。俺は人の命を救える救世主なんだ。え、でも今ここでこの人間の客2人を殺そうとしおるよね。そんな救世主が永遠の命を手に入れれば何億人の命を救うことができるだろう。2人の命じゃなくて何億人の命ってこと？それは何兆匹のヘビの命を犠牲にしても価値のあることだ。いや、2人人いるんですけどね。その考え方こそが数字の嘘そのものだよ。
それも数字の嘘どころか万倍もオーバーキルしちゃってるよ。全ての騒動の発端は数字の嘘が始まりだったんだね。どういうこと？バカ言うな。数字で嘘ついたことなど一度もない。たとえ不利なデータでもな。あんたが刑事をミスリードし続けたように、あんたは数字にミスリードされ続けてきたって話よ。どういうこと？いまいち話の流れがわからん。なんとか助かる方法はないかな。一つだけ脱出方法がある。ん？何？そこにパイプがあるだろう。今外に通じる唯一の出口だ。パイプ？人が通れるぐらいの大きさ？パイプって、こんなのくぐれるのは。ああ、蛇の命しか救わない蜘蛛の糸だ。人間が死んで蛇だけが助かる。蛇相手にまさかの逆転負けとはな。え？逆転負け？え、どういうこと？どういうこと？不死身にはなってないってこと？事件は全て解決しましたが、悲しい結末になってしまいました。パイプから脱出すると物語が終了します。え、何その、なんかすごい文字ベースで終わっていく感じ。え、終わりなの？終わりなんですか？特大ケーキがある、食べますか？このタイミングで。このタイミングで。食欲の数値が足りない。このタイミングで食べるの、君。ヘビだけど脱出できないよ。もう焼け食いするよ。そういうこと。どこから持ってきたの、そのケーキ。のけよ、そこ。相棒のヘビも残ると言ってたけど、無理やり脱出させたよ。小さな子供もいるし、この旅館で起きたことを世界に伝えなきゃいけないからね。あの小さいヘビ、そう、なんか人間と同じ部屋におるヘビがおるなって思いよったんやけど、相棒のヘビやったんや。なるほど。来世では犬じゃなくてヘビを飼うわ。なぜ？別に犬飼っていいと思うよ。この旅館と運命を共にすることにしたよ。この給料は今までの調査費用だよ。7770ゴールド。最後だけでもシェフと同じことをしたくなったんだよ。てか君、金持ってるじゃねえか。まあ連動してなかったんだろうけども、なぜ振り込まなかったの？永遠の命を願ったつもりが数分の命になってしまった。金色の蛇も逆転の発想がお好きなようだな。意味がわからんのやけど。まあ、とりあえず、負荷がかかりすぎたため、ただの石ころになってしまったようだ。とりあえず、ヘビボールのその願い事がどうたらこうたらっていうのはガスやったっていうこと？そういう終わりってこと？え、もう脱出する以外なんもないってことかな？なんもなさそうですね。このパイプから外に脱出しますか？脱出するしか。ないね。脱出します。ヘビたちの脱出後、呪われた旅館は計算通りの大爆発を起こす。皮肉なことに、その爆発の衝撃で大量の天然温泉が湧き出る結果になるとは。その温泉の回復効果で旅館に取り残されたみんなも無事であってほしい。そんなことある？そんな願いを掲げ、ヘビ探偵は消えた旅館を背に歩き出す。ヘビの命、ヘビ脱出エンド。え？脱皮で雲の上マップに移動します。ゲームオーバー？え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。ヘビ脱出エンド、これもしかしてあれ、マルチエンディング方式のゲームですか？今更ながら。あ、じゃあ全員が脱出する方法とかもあるってことなんかな。何？スコアを2万点獲得しました。総資産を797ゴールド獲得しました。少な。何これ、何これ、何これ。雲の上マップ、なんかヘビしかおらんねやけど。私どれ？これか。通常モードではバット寄りの結末になっちゃうよ。あ、そういうことなんや。じゃあ最初の1回目は絶対バット寄りのエンドになるってこと？最初は一本道ってことかな。ハードモードならストーリーが大幅に変動するから結末も変わるはずだよ。ストーリー大幅に変動するんや。まあ、確かになんかさっきのあれよね、何やった、不死身の蛇に関する証拠品みたいな。確かにそんなん出てきたらめっちゃストーリーは変わりそうやけど。長いだけの通常モードに比べてハードモードは抜群にテンポが良くなってるから絶対プレイしていってね。テンポ良くなったん？マジで？ハードモードやけんめちゃくちゃ難しくなって、めちゃくちゃなんかゆっくり進行になるんかと思ったけど違うんか。長いだけ
長いだけの通常モード。この雪だるまは喋らないのね。え、なんかヘビおらんくなった？君か。移動したんか？え、推理ゲームだからやり込み要素が少ないよ。推理ゲームだからやり込み要素が少ない？やり込みゲーがプレイしたくなったら、ヘビ貿易やミミズ病院をプレイしていってね。何それ同じ作者さんのゲームってこと？ミミズ貿易が気になる。今回出てきたミミズってことかな。ハードモードでは隠し部屋が追加されるらしいよ。へえ。赤マムシ。新たな部屋が増えると思ったら、大間違いだよ。どういうことどういうこと？発想を逆転すれば、部屋が一つ隠れるってことだから、部屋が一つ減るってことだよ。そういう？そういう？今まであった部屋が隠されるってこと？上に物件を建てることで、スタート地の初期ステータスを底上げできるよ。何それ。物件の建設には、総資産かスコアを消費する仕様だよ。ほう。すでになんか、街みたいなのが建っとんやけど。現バージョンではここまでしか建設できません。ほう。通常、ここまで移動してきてたの？君。めっちゃ移動するやん。建設した物件の上で決定ボタンを押すと、さらなる増資ができるよ。ほう。宝箱も気になるけど、青大将。ハードモードもプレイしていってね。みんなハードモードめちゃくちゃ進めてくる。何？何そのレバー。ハードモードに変更すると、シナリオ、登場人物、被害者、エンディングなどが大幅変更されるよ。え？全く違うゲームやん、マジで。被害者も変わる、登場人物も変わるの？ちょっと待ってね。ね、これ何？なんか目あるよね。鳥？正面から見たらめちゃくちゃ火の玉みたいに見えたんやけど。総資産と総スコアをツイートしますか？あ、大丈夫です。あ、青い鳥さんだったの？めちゃくちゃ黒いけど。これは何？この場所に看板を設置すると、再スタート時、経験値を500獲得します。看板設置に消費する資産を選んでね。どういうこと？あ、なるほど。こういうことか。ほうほうほう。あ、めちゃくちゃ建てれるんじゃない？これ。これ何の扉？この扉からスタートすると物語後半までスキップします。ゲームオーバー時の獲得スコアは減少します。物語後半から。でもハードモードにしたらいろいろガラッと変わるんよね。じゃあ最初からでいいんじゃない？別に。うえい、なんかめちゃくちゃ移動した、怖い。ここは何？再スタートしますか？あー、大丈夫です。まだめちゃくちゃ吸い込まれてった。あ、これパイプってこと？そういうことじゃないかなそういうことじゃないか。最後のパイプに繋がっとるとかいうことではね。これなんの？ここでセーブができます。あ、そういうことね。じゃあしとこう、とりあえず。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかさ、登場人物も被害者も違うなら、もう全然別ゲームとしてまた楽しめそうな感じはするよね。ほんと難しくなるだけとか、若干違うだけなんかなって思ったけど、すごい気になるんやけどめちゃくちゃ気になるんやけど。